はい、今回は LG 杯の、八強戦、陳耀耀九段対柯潔九段の一局を紹介したいと思います。はい、柯潔九段の白番です。でした。最近ここで跳ねたってことは二段跳ねしようっていう、はい、ことですね。そうですね、高い時にね、付け二段したのは珍しいですね、割と。うん、高いと出る選択もできます。はい、ここからはすごい思い切った打ち方ですね。非常に面白い別れというか、いい別れになりましたね。先手ですね。次差し込まれたりするとね、うん、そうですね、こうやって渡れますからね。
つなぐと当て込み、ちょっとわかんないですね。こうやろうってことでしょうか。あ、これはでも結構大変な気もしますが、実戦はこうやりましたね。結構真ん中まとまりそうなので、これもね、こう見られちゃちょっとやれませんからね。つなぎましたね。だいぶ減らしましたよね、先手で。なんか抑えが決勝点でしょうか。はい、まあ大体こんなところで、まあ、いいかなと思います。これで白のね5目半勝ちという結果でした。はい、じゃあ、この後はこんなところで終わりにしたいと思います。真ん中がね結構いい地になりましたよね。この辺りはね、面白い別れでしたね。はい、じゃあこんなところで、終わりにしたいと思います。はい、失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。